ゼイバルト・ヤスティネス・ブルーグマンズ・セバールド・ユスティヌス・ブルグマンスは、オランダの植物学者、医師である。フリースラント州フラネケルに生まれた。父親は、博物学者のアントン・ブルグマンスである。フラネケル大学、フロー人間大学で、哲学、数学、医学を学び、1781年に博士号を得た。1785年に、フラネケル大学で、物理学。 天文学、論理学、刑事上学を教えた後、1786年に、ダビッド・ファン・ロイエンの後を継いで、ライデン大学植物学の教授となった。ライデン植物園の園長も務めた。1791年に医学部に移り、薬学の分野も研究した。1794年のフランス革命戦争において、オランダがイギリスとハノーファー軍の退避地になると、 ライデン大学の学生を率いて町の近くに臨時病院を開いた。臨時病院の設置と運営は1799年、1809年にも行った。1795年にバタビア共和国ができると軍隊の医療業務を務め、その技術は後にコラント王国国王となるルイ・ボナパルトの注目するところとなった。ボナパルトは 陸軍の医療監督官に任命し、フランスの撤退後にオランダ国王となったウィレム・ウィッセイも軍の医療監督官や刑務所、検疫所の衛生管理の監督などに徴用した。軍医監督官として、小病院や弊社の改善に取り組み、衛生の管理により伝染病の蔓延を防いだ。1819年にライデンで死去。ナスカの俗名。 ブルーグマンジアに懸命されている。1778年にはビスマスとアンチモンが磁力に反発する性質を発見し、後に反磁性と命名された。ブルーグマンズは植物の学名で命名者を示す場合にセバールド・ユスティヌス・ブルーグマンスを示すのに使われる。ありがとうございます。